どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、この言葉遣いって普通なの？というテーマでお話をさせていただきます。はい、こちらもですね、ある方からのご質問で、ありましてですね、まあ、亡くなりました。で、亡くなった方がですね、まあ、総理会館などに、まあ、行きますよね。で、なんかその、いわゆる、レイアンスみたいなね、はい、個人さんのお体を冷やすところがありましてですね、で、そこに一旦安置していた状態らしいんですよ。で、そこから個人さんですね、まあ、出ていただいて、そのお葬式のなんだかんだとか、まあ、するっていうのは流れだったらしいんですけども、その総理会館に行った時にですね、まあ、係のね、女性の方って言ってたかな、なんかがおられまして、で、あ、すいませんと、何々なんですけど、っていうふうに言ったら、あーと、今ちょっとですね、冷蔵庫から出す担当の人いないんで少しお待ちいただけますかって言われたそうなんですよね。冷蔵庫とね、はい。下駄さんと、その冷蔵庫って言われたんですけど、その総裁業的には結構普通のことなんですかねっていう、はい、そういった質問です。はい。で、この普通という定義がね、なかなか難しいところなんですけれども、僕の感覚でいきますね。僕の感覚で言うと、普通は言いませんね、そのことね。はい。これも僕の感覚です。別に統計取ったわけじゃないし、アンケート取ったわけじゃありません。はい。なんですけど、僕の普通の感覚で言うと、っていう感じですよね。はい。なんでしょうね。まあ、その、冷やすところだから、冷蔵庫ってね。だから、多分ね、その方、もうわかんないですよ。そこのね、葬儀屋さんのね、その方がどういうことかわかりませんけれども、まあ、いろんなパターン考えられますよね。例えば、すごい新人の方で、で、その、諸先輩方がそこのね、その施設のことを冷蔵庫ってよく言っていた。で、それでなんかそのまま冷蔵庫って言っちゃったとかね。はい。なんかそんな感じのイメージがあるんですけれども、まあ、とにかくですよ。とにかく、もし僕が、葬儀屋さんなり、火葬場職員の現役の時にですね、例えば自分の部下であったり、まあ、後輩であったりとかがですね、例えば遺族さんにですよ、この冷蔵庫が、とかの言ってたら僕、ちょっとって、ね、はい。僕だったら、一旦呼びます。はい。やめなさいと。僕だったら言いますよね、普通にね。はい。なので、まあ、ちょっと配慮足りなかったかな、というふうには思います。まあ、本当にね、結構難しいんですよ、総裁業って。その、言葉遣いとかもね。で、しかもね、これね、100% 大丈夫な言葉遣いがないんですよ、皆さん、本当に。本当にないんですよ。なんでしょう。例えば、ほら、よくあるのが、その、頑張ってねっていう言葉。でもその頑張ってねっていうのはでもそれは逆に負担なんだよとか、そんなんとかあるじゃないですか。ね。それと一緒なんですよ。本当に結局その言う側のですね、気持ちで、そして受け取る側の気持ちによってですね、善にも悪にもなっちゃう。はい。まあそういった面はあります。なので、本当にね、100% っていうのはすごく難しい。まあ、これは別に総裁業に限らずね。はい。例えば、なんかもう、例えば接客業でもね、洋服屋さんとかでもそうですよ。はい。なので、まあ、そこはそうなんですけども、ただ、冷蔵庫はないですね。はい。それはちょっと、って、まあ、だから、このあたりは結構明確かな、というふうには思いますね。はい。まあ、でも、やっぱりね、ちょくちょくね、ずっと総裁業働いている方とかでも、おっていうね、感じの、まあ言葉を使ってしまうこととかよくあります。はい。で、本当に別にね、悪気があって言ってるとかではなくっていうことがほとんどなんですよ、大体ね。ね、その冷蔵庫って言った方もですよ。別に悪気があって多分言ったわけではないんです。多分ね。多分ですよ。はい。なんですけれども、まあちょっと配慮が足りてなかったよねと。まあ配慮というか、だから、結局ですね、これも防ぐ方法はあるんですよ。で、その何かというと、日頃から冷蔵庫って呼ばなきゃいいんですよ。はい。冷暗所とか冷暗室とか安置所とか安置室とか、まあ何でもいいですけれども、とりあえず、そういう他の言葉に日頃から言っておけば、そういうふうにはならないはずなんですよね。ということは多分なんですけども、まあその方が独自でね、冷蔵庫って言ったんだったら別ですけども、でも多分ですよ。その日頃、例えば諸先輩方とか同僚とかが、あの冷蔵庫っていうふうにですね、冷蔵庫っていう言葉を多分ね、普段で使ってるんですよ。はい。だからここが実は問題なんですよね。で、その個人の力量とか、もちろんそういう面もありますよ。はい。個人の、
まあ気をね、その使えるかどうか、なんか空気読めるかどうかみたいな、そういう能力差とかいうのもあるんですけれども、でも、やっぱりその普段からおそらくそういう言葉遣いをしているから、それが出てしまうと。はい。で、これはですね、もうこれも、総裁業に限らずなんですけれども、例えば、ほら、お客様っていう言葉あるじゃないですか。ね、お客様と。ね。でも、例えばですね、その休憩所とかね、なんか裏に行ってね、じゃあ服屋さんにしましょうか。洋服屋さんでね、表ではですね、あ、お客様っていうふうに言ってるけれども、実際、例えば休憩所に行った時に、いや、あの客さーって言って、ずっと客って、こう、なんでしょう、同僚の間では言ってるみたいな。はい。で、そういう社風のところってですね、結局ね、どっかでそれ出ちゃうんですよ、表に。はい。その言葉ではなくてですね、やっぱりその態度であったりとか。で、逆、もうそれこそ言葉でね、例えばその従業員同士でなんか喋ってる、いや、あの客がさ、とか言って、聞こえないように言ってるけど、いや、お客様からのは聞こえてるよ、みたいな。みたいな。はい。やっぱりそういうのってあるんでね、日頃からね、そういう言葉遣いをやっておけばですよ。社風としてね、会社としてやっておけば、まあ、そのあたりは全然防げるミスなんじゃないかな、というふうには思います。はい。言葉というのはですね、気持ちを表すにはすごく最適な、本当に技術なんですけれども、ただ、で、じゃあ絶対にね、その気持ち通り、気持ちと言葉って本当に 100% 一致してるかってね、全然そんなことないんですよね。はい。まあ、なので、まあ別にね、その方をこう味方するわけじゃないですけども、その葬儀屋さんね、なんか冷蔵庫って言った方も別に、なんでしょう、悪気があっておそらく言ってるわけじゃないんですよね。多分ね。はい。まあなんだけれども、そういった日頃のところでですね、改善できるところはきっとあるんじゃないかな、というふうには思っております。なので、このご質問をくれた方もですね、やっぱり嫌だったと思うんですよ。ね。冷蔵庫って言い方何ですかって多分思ったからこそ、この YouTube の、で、まあ、いろいろある中でですね、わざわざ僕のところにですね、連絡くれたと思うんですよね。なので、その冷蔵庫って言われてね、なんか嫌だったなって思う気持ちは、それはもうもちろん決して間違いではないですからね。はい。まあ、もしかしたらね、この、仮想爆弾、結構総裁業の方もね、見てくださってるみたいですから、まあ、これをね、木に。まあもちろんでも大体の葬儀屋さんね、それぐらい分かってますよ。それぐらい全然できます。まあ本当にその新人でね、まだちょっと分かんないなとか、すごい緊張してたりとかね、仕事中とかで、まだすごく緊張してて、あーってなってたらそういう風に言っちゃうとか、そういうことはあるかもしれませんけれども、まあせっかくなんでね、その葬祭業の方も見ていると思いますので、まあこれでね、お伝えしましたから。まあね、少しずつでもね、こう全体的に良くなっていけばいいなという風に、僕も思っております。はい。ということで、本日のテーマですね。まあ、言葉遣いに対してなのかな。はい。の質問にお答えさせていただきました。ではまた。仮想場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうな、ということがありましたら、下駄花をホームページからぜひご利用ください。